いらっしゃい。ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。スイママのひできすめです。ニセコのカミューです。3人合わせてエンビーガブリエラです。はい、今日も始まりました。それでは今日は早速いきたいと思います。早速質問コーナーエキストラ。今回は、先日、私たちが行いました縁側の部屋ボリューム3トークショーですね。こちらでアンケートを配らせていただいて、その場で記入していただいたんですけれども、惜しくもその場で読まれなかった質問をこの動画で答えてしまおうという企画です。答えてあげなさい。答えてあげよう。縁側に聞きたいことを、5枚ありますので、こちらにお答えしたいと思います。いいですか。答えちゃう。はい、では1つ目、まずじゃあこれあれだね、髪打ちについて語ろう。いいよ。すぐ寝るよね。あー寝る、ほんと寝るよね。すぐ眠くなったらどこでも寝ちゃう。なんかさ、すごいさ、こう突然なんか寝床を作って寝始めるみたいな感じだよね。人んちとかで寝れる？グラスとかこうやって置いてここで寝ようか。そう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 、もうなんか断りもなく勝手に寝始めるみたいな感じだね。すごいなあの寝起きが悪いわけじゃなくない？うん、確かに。そう、なんか髪チクよって言うとガバッと起きるよね。はい、うん、みたいな。そうそう、秀樹さんについて語りましょう。はい。あら、私何も変わらないじゃん。秀樹さんね、同じことずっと言い続けるよね。あら、30分前にそれさっきすっごい熱弁してたよっていうのを30分後のまた言う。そう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 。 あとなんかこの前の飲みでもその話言ってたよねみたいなこととかを誰に話したか忘れちゃうんだよね。記憶喪失なんですよ。そうなのよ。基本語るよね。すっごい語り癖する。語ります、語ります。うん、口癖が、あの酒の力を借りて言うけどっていう。でも酒の力を借りて言ってる時点で酒の力借りてないからね。素で言ってるからね。あ、そうなの。お酒の席だから許してちょんまげってことでしょ。そう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 。もうその子、それを言ってしまった時点で許されないよ。もうなんか逃げ道作っちゃダメだよ。誰か秀樹と一緒に飲んでもいいのよ。やめときなさい。私は本当つまんないよね、飲んでる時ね。飲んでてもさ、飲まなくてもさ、よく喋るよね。うん、ずっと一緒に飲んでる。ありますね、これ、うん、まず一言言いたいのは、1000円以下のお菓子って結構高額です。お菓子で1000円って高額です、うん、これはあの値段とかの問題じゃなくて食べ過ぎです。親友に俺浮気してるって話す彼氏ってアホだよね。もう本当にバカみたい。本当ね、あの天罰を下した方がいいから、どんどん広めた方がいいです、ね、広めよー。彼女以外にね。こういうとこよくいる、うん、本当バカみたい。人の口に戸は立てられませんので、ぜひあの戸を外していただいて、ガッガッ喋ってください。鍵をかけずにゴーゴー。ガンゴーですね。あー、男って単細胞。そういう子いるよね。でもすごい距離近い、すごいこうなんか寄ってくるなっていう、こう、え、勘違いとかなんかそんなことを考えなくても寄られてるって思ったら近いんだと思う。私はパーソナルスペースに入ってる、ね、そうそう、それそれ土足でね。職場の人とのパーソナルスペースってだいたい70センチから1メートルぐらいの間だと思う。あ、そうよそうよ、自分が勘違いかもって思っちゃってるぐらい曖昧なあの関係性なのに距離が近いってことでしょ、うん、だから自分から勘違い行動を起こさなければ勘違いブスにはならないと思う。確かに。はーい、正解。されてるのかな、現状。少なからずそういう危機にさらされているやつは、うん、すごく嫌だろうな。私、上司からのパワハラよく受けてたりとかしたことあるんですけど。変わった。もうね、その人にしか質問しない。パワハラをしてる人にしか質問しない、うんうん、頼る時もその人にしか頼らないし、挨拶もその人に一番初めです。わざと。そうそうそう、こいつ俺のことすごく頼ってるなとか慕ってるなって向こうが思うから、パワハラをだんだんしなくなってきて、すごい可愛がってくれるんで、そうするともうこっちのもんだから、すっごいやりやすい。もうパワハラをしてる人に可愛がられるっていうのが、なるほど。仕草とかセリフとかでもいいじゃない。私に一個あるの、ノンビックにするの。男が、だってできる子だもんとか言う人。
あのセリフドン引き。お前男だろ、しかもいい年だろって思っちゃう。バブバブしてんじゃねえよみたいな。ちょっと幼稚なことを言われると引いちゃうかも。って感じ。私は、まあ、仕草じゃないけど、自分のことを棚に上げて物言うやつが本当に嫌いで、だから、まあ、例えて言うならデブがデブって言うとか、うん、そう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 、例えて言うならな、だからなんか見すぎですよ。あ、でも目の前で鼻とかほじられたら引くかも。小指の爪だけ伸ばしてるのとか見ると引く。爪すごい男の人で伸ばしてる人引く。KY が嫌い。だから箸の持ち方が悪い人が嫌い。あと食べる時にくちゃくちゃ音立てる人。あ嫌い。あとご飯食べ終わった後にご飯粒が残ってる人とか嫌だ。嫌い。お茶碗の中に、あの前手前からこうやって食べ始めたんだったら手前からどんどん減らしていけばいいのに、手前だってこっち側作ってみたいな感じでお茶碗の中がぐちゃぐちゃのパレードみたいになってるのが嫌だ。お弁当とかもこっちの作り方なんで、なんでこっち行くの。